咲かせましょう。ド派手な花を咲かせましょう。それはくだらないことだけど大切なこと。頭に花を咲かせましょう。モンシロチョウも飛ばしましょう。それは幸せなこと。それはハッピーな。この番組はご覧の提供でお送りします。映像で故国の魅力伝えたいミーコ TV、今回も JR 安土駅から徒歩2分にあります安土楽市楽座館からお届けしております。はい、ちょっと間に挟むのが流行りなんですけれどもはい、挟んじゃいましたね。はい、ここからは歴史深くて自然が豊か、そして交通の便もよく住みやすい安土町の魅力をお届けする安土 PR コーナーです。はい、今回は安土町散策でおすすめの箇所と、はい、今月9月末に行われますイベントのご紹介をいたします。はい、ざわ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 と待つにならなくても今日はやっているという。はい、なんかすごい美味しそうな匂いがしてね。いい香りずっとね。なんかね、うどんを作っているということでして、はい、はい、で今日のお祭りですかね。はい、今日のお祭りの準備をされているということで、ちょっとざわざわとしておりますけれども、はい。ところで、はい、皆さんの知り合いに佐々木さんっていらっしゃいますか？知り合いに、あ、知り合い一人、私も一人、うん、私は佐々木蔵之介さん、思い出せないです。お知り合いですか？知り合いではないですね一方的に知ってるだけですけれども、はい、はい、そうなんですよ。今日夜ディナーショーに行く。いいな、はい、そう、お酒はい、も出るかもって方です。楽しんで来られるのかな。そうなんですよ、楽しみなんです。いいの、また感想とかね、次の回で聞けるかなと思います。はいはい、今日の夜 LINE しますねみんなにうまいわって、はい、そんな全国にいらっしゃる佐々木さんの地が、発祥の地がこの発祥の地が、発祥の地が、はい、発祥の地が、発祥が大事ですね、はい、はい、全国のね、佐々木さんの神社と言われているのがここの安土町にあります佐々木神社なんです、はい、皆さん行かれたことありますか？ないです、ないです。いつも気になってるんですけど。そうですよね、そうなんですか。当時、じゃあごめんなさい、ミコ TV 初代 MC さんの真央さんと、はい、当時の天照施設の真央さんが取材に伺ってくれていますので、はい、その映像をご覧いただきましょう。はい、ね、すごい姿勢見たか。はい、こちらですね、こちらが佐々木神社なんですかね。すごいですね、なんか、すごい、なんだろう、歴史を感じますね、はい、好きそうですね、なんか真央さん、真央さんです。真央さん、真央さん、真央さん、ね、すごく可愛いお二人ですね。はい、ね、綺麗です。また取材にも収録にもお越しいただきたいですよね。はい、そうですね、はい、もうお会いしたことないので。私もないですね、はい、まだ新人なんで、そうですね、はい、さて、佐々木神社は神話の時代に宿儺彦の神が捧げの豆の鞘に乗って海を渡ってきた伝説から、鞘ですよ、佐々木神社が始まったと言われています。はい、はい、中世に入ると、はい、近江源氏佐々木氏が氏神とし、佐々木源氏発祥の地と呼ばれるようになりました。はい、はい、はい、社紋にも佐々木家の家紋である四つ目の井を掲げることが許されています。四つ目の井って何ですかね。はい、この四座五柱の神々を佐々木大明神と称し、全国の佐々木さんの氏神として敬拝されています。そういう神社なんです。そういう神社なんです。ご存知ですか？いや、今全然知らなかったですね。ちなみに宿儺彦の神とは、はい、日本神話における神、うん、古事記では神結びの神の子とされているんです。うんうんうん、神結びの神、はい、の子、神結び、子って感じ。はい、はい、
なるほどなるほど。あ、綺麗ですね。ねえ、いいですね。はい。お、濃い濃い濃い。ガチガチガチしてますね。あの皆さん一生懸命うどんを作ってはい。はい。あ、これですね。そんな佐々木神社にはご覧いただいてますようになんじゃもんじゃの木というものもあるそうなんです。なんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃ、もうなんじゃっていう感じなんですけども、はい、このように初夏になる と真っ白な花を咲かせて夏にこう雪が降ったように見えるそうです。でとても綺麗な感じですよね。綺麗、すごく綺麗ですよね。不思議な、あ、こんな感じなんですね。アッポにすると、そうですね、ちょっと想像と違う。意外にこんな大きい花とかで、でも今年は見れなかったけど、来年はみんなで見に行きましょうよ。そうしましょう。なんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃ、これはなんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃ、見に行きましょう。指差してね、これはなんじゃもんじゃ、見に行きましょう。なんだこのノリ。はい、その佐々木神社さんの詳しい情報を、はい、情報は今テロップが出ている通りです。アバウトこっちだったりしてる。あ、まあ、ここら辺にここら辺にいろいろしたいから、どこかに出ると思います。アバウトだね。面白い。はい、さらにですね、うん、この時期楽しんでいただけるイベントがあるんですよね、うん、はいはい。ではまずこちらをご覧ください。はい、納豆。ないね。納豆。はい。なんかでも暖かい感じの。そうですね。はい。やっぱ夜の光はね。なんか落ち着きますよね、夜の光。綺麗。はい、ご覧いただいているのは西の湖吉あかり店の模様です。はい、安土町には滋賀最大の内湖西の湖があります。西の湖、はい、そこに自生しているのが水をきれいにしてくれるヨシなんですが、はい、そのヨシを使ったオブジェを展示し、はい、夜にはライトアップするイベントなんですね。はい、ガチャ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 、キキキ、綺麗綺麗ですね。これが、あのあれですね、ヨシで作られたやつなんですね。そうですね。あと見たら多分こうヨシの。なってるんですよね。細かい。はい。オレンジ色がまた綺麗ですね。あ、青になりましたね。すごい綺麗です。あ、でかいですね。違う。だって人がこのサイズなので、でかっ。でかっ。通れます。トンネル。トンネル。すごいすごい。こんなのまであるんですね。職人技って感じですね。おお、やっぱりこう道ができてるのが素敵。ね、歩いてみたくなりますね。なりますね。いいですね。もはやどうなっているのか、編んでるみたいな感じですよね。シュバって感じで。シュバー。お、なんか家みたいになったり、扇っぽくなったりします。すごいの。いろんな形にもなるんですね。はい。なんかこうやって三角とかだけかと思ってましたけど、種類がいっぱい。わらの家ならぬヨシの家みたいな。吹き飛ばされそうですけど。すごい、お花とかイメージでしょうかな、中は何なんでしょう、切ってあるのかな。なるほど、だからあの丸い部分が見えてるんですね。全体を見るとこういう感じに並んでたんだ。やっぱりあの大きいのめっちゃ気になります。並んで前で写真こうやりたいですよね。はい、はい、ね、涼しくなったねこの季節は。はい、家族でお出かけなんかいいじゃないですか。行きたいですよね、また。はい、いいですね。では詳しい情報をお伝えしますね。はい、はい、第8回西の湖吉あかり展は、はい、2014年9月27日土曜日ですね。はい、1時から9時、21時ですね。はい、翌日の28日は10時から20時30分に開催されます。はい、27日にはオープニングセレモニーが6時から行われるそうです。はい、はい、会場は安土町下豊浦江ノ島地崎
安土吉切の池、安土 B&G 海洋センター一帯になります。駐車場もございます。詳しくは吉明かり店実行委員会、電話番号が 0748-467205 にてお問い合わせください。はい、ありがとうございます。9月もたくさんのイベントがあるのでね、はいはい、皆さんをお待ちしております。はい、はい、そうそう、今日の収録日のイベントなんですよ、ね。はい、そうですね、今日もね、はい、先ほどね、準備されてますけれども、はい、ざわざわさん、聞いてください。はい、はい、実はですね、はい、私も出演します。伝統文化の集いが行われます、はいはい、はいはい、そうなんですね。そちらの模様また後日配信させていただきますので、はい、松島さんの演奏もリポートも楽しみですね。はい、いろいろあります。はい、はい、それではこの後のコーナーも、あれ、なんかいい匂いがしてきましたけど、うん、はい、食べに行きますか。行きましょうか。はい、この後のコーナーもお楽しみに。はい、大事なものを勘違い、本当に大事なものはそう多くない。理解したように笑うけど本当はね、笑った顔インプットして楽しい。理由もない、ただ意味ならちゃんとあるの。本当だよ、伝えても意味はないかも。信じないよ。